Yo, エリア058金華城下町リセン茨の道は線のりデイドリー身をかけたペンのシーツ描いたアートと 8B 生徒し金上げた懸賞金。まずは DJ パートナービートを聴かせてくれ。このビートの上で戦ってもらいます。それでは先行の MC を引かせてもらいます。先行ニーニョ。まずは先行ニーニョの登場。さあそのニーニョに対する高校の MC をくじ引かせていただきます。高校の MC、 高校マカ。先行ニーニョ、高校マカ。この2人でこのビートの上で争っていただきます。口喧嘩祭、さあ13試合目、先行ニーニョ、高校マカです。ルールは8小節3本。それでは行きましょう。レディーファイト。まさかなバカだな、ここで岐阜だな、埼玉からニーニョ悲しみ来たぜ。さっきも一本いいフレーバー、パワーの源から這い上がるさ。それができるかショータイム、まだやりきれないこの気持ちをお前にぶつけるために来た。ナンバーワン取るぜ、俺がニーニョだ。ショータイムグルーヴをまだ続けた方がいいじゃない。最高だニーニョ一本フレーバー前、敵分は so high、だから噛みつく口喧嘩 Let's alright、 これが音楽だ、本気でかかって今回。お前のそれが音楽とか、お前のレベル低すぎて笑った。そう思っちゃダメなのか、レゲエかヒップホップなのか。俺はここのど根性、ヒップホップを変えないでまっすぐ進む男。その火事を取りに来た、おもかじいっぱいで大人に言いたいよ。変える変えないじゃねえ、音はブレないんだぜ。俺がラガとヒップホップどっちでもいいんじゃねえ。強いて言えば UK、 これは振れば風船、膨らました分肺に溜まってくんだぜ。最高音楽教えてやるよ、レベル低すぎるって分かってないの。目を見て I know to the beat ride、 マッドサイコ2の相手じゃないよ。肺を膨らましてどうすんだ、ラッパーってのは腹を膨らませる文化。そうじゃねえのか新婚真相、なんでもいいけどやってるヒップホップ。1、2、3、4、またフリーボール落ちる赤ちゃんの模様。赤ちゃんだまだまだだ、お前と会うのは墓場だクソ野郎。はい、マドファケティオシルラバダム、どこまでも見せる音楽の彼方。どっちなのどっちなの、ちょっと巻いた俺まだ始めてるオリジナルサイ。ラバナナナナ、なんだかセンスがなんだかな。なあまあ半端なバースじゃ食らわねえ、俺がどんだだだ。終了。それではジャッジに入ります。先行ニーニョ、高校マカ、勝者マカ、ニーニョに大きな拍手を。ニーニョぜひお願いします。いやいや、岐阜調子どうですか。いや、埼玉のジョーカーニーニョがここに来たぜ。いい顔ぶりが揃ってる口喧嘩祭、まだまだ熱くなるのに期待してんだろみんな。こんなんじゃ終わらねえからもっと上がろうぜ。ありがとうございました。ニーニョに大きな拍手をお願いします。さあそれでは13試合目に行きましょう。バトルビート DJ パートナー聞かせてくれ。さあそれでは先行の MC 聞かせてもらいます。